カリブディズはイギリス海軍の軽巡二艦。大同級。カリブディズはキャメルレアード社で1939年11月9日に寄港。1940年9月17日に浸水。1941年12月3日に巡航した。収益後は本国艦隊に編入され、1942年3月終わりに機雷付設を行った。翌月、 H 部隊に編入され、ジブラルタルへ向かった。航空母艦インドミタブルを護衛すべく対空射撃する、本艦カリブディスの任務はマルタへ航空機輸送をする空母の護衛であった。1942年6月、カリブディスはハープンビガラス作戦に参加した。この作戦は、ジブラルタルとエジプトから同時にマルタへ物資を輸送するものであった。 1942年7月にはマルタへの航空機輸送作戦、ピンポイント作戦とインセクト作戦に参加した。8月、カリブディスはマルタへの輸送作戦、ペデスタル作戦で空母イーグルを護衛した。9月と10月は大西洋を紹介し、10月には再度マルタ島への航空機輸送、トレーン作戦に参加した。1942年11月からモロッコ、 アルジェリア上陸作戦に参加。1942年12月12日、本国艦隊に編入のため、イギリス本国へ向かった。1943年の最初の3ヶ月は、スカパフロー周辺での機雷敷設や北海で紹介を行っていた。8月、カリブリスはジブラルタルに戻りそこから地中海で、戦乱護衛に従事した。9月、 カリブディスはサレルの上陸作戦であるアバランチ作戦を支援した。翌月ポーツマスに戻りビスケーワンの紹介に従事。1943年10月22日、カリブディスはイギリス海峡で駆逐艦6隻とトンネル作戦に参加した。カリブディスと駆逐艦、グレンビル、ロケット、リンボーン、ウェンスリーデール、タリボンとスティーブンストーンからなる。 イギリス艦隊は19時にプリマスから出撃した。また、10月9日に物資を搭載して、ブレストに到着していたドイツの封鎖突破船ミュンスターラントが、同日15時にブレストを離れており、そのへとして水雷艇 T22,T23,T25,T26,T27 が存在していた。23日1時30分にカリブディスのレーダーが敵を捉え、 1>, 1時45分にはカリブディスは星弾を発射した。一方ドイツ水雷艇は雷撃を行い1時47分にカリブディスの左舷に魚雷1本が命中。さらに1時51分にももう1本命中しカリブディスは2時30分に沈没した。乗員は107人が救助されたが464人が戦死した。また、この海戦では カリブディスの捕獲地区管理インボーンも失われた。ありがとうございます。